これすげえな、これ。これになってるのは、これだ
け感染者が増えてるにもかかわらず、 GoTo とか GoTo イートとか、まあ政治とね、経済と、あとまあ要は県や市のやり方とかね、もうバラバラじゃないですか、なんとなくね。本当にテレビで言ってた通り、アクセルとブレーキを同時に踏んでるような感じで、あとはもうそれぞれ自己判断で自己責任でお願いしますみたいなね、まあ、ちょっと無責任じゃないのっていう気がしないでもないですけど、うわあ、まあね、今から12月入って忘年会とか、まあ、会食だとかいうのが今からどんどん増えていくんやけども、んどっちやこれ、まっすぐやったかな、確かまっすぐやったと思うけど、まっすぐ行ったら行き止まりじゃないの、忘年会や会食が増えて密になるっていうかね、マスクを外した状態でご飯食べる、大人数、まあ5人とかで何人かでご飯食べることになるじゃないですか。大座国境原宿本田家さん、これはちょっと本田家、右行ったら大座国境原尻の滝、ここは文豪の清川町平石本田家さん、二大、あ、これか、これやな、二大石橋、もうすぐ 1.2 キロか12キロか 1.2 やな、絶景日本一と2位、ええどかい、はい、これ右やね、ほらほらほら、よし、マジか、いろいろ経済のためにそうやってやってるけど、なんかそれがね、果たして感染対策、それぞれが感染対策してそうやってキャンペーン使って旅行してくださいとか、苦しんでる飲食店さんとかそういったところに行って お金使って経済を回しましょうっていうことなんやけど、難しいよね、もう正直難しいよ、そんな無理やわ、もうそんな中途半端なことじゃ、この感染は多分止まらんすよ、思い切ってもう僕の考えはね、もう思い切ってもうストップさせるしかない、止めるしかないじゃないと、中途半端なことしてるから第1波第2波よりも感染者が増えてるみたいな、波はあると思うけど波をだんだん小さくしていくっていう当初の予定やったと思うんやけど、だんだんと波が大きくなってる、これ完全にやり方間違ってるんじゃない、
として思うんよね。経済回すのはそれは大事やけど、なんとかそれは頑張らんといかんとは思うんやけど。まあ僕もね、こうやってあの観光 PR してますけど、まあね、この時期だからこそどこにも行けないとか、まあ、観光地に行けないとか故郷に帰れないとかいう人のためにね、画面上ではあるけど、ね、ウェブ上ではあるけど、少しでもこう行った気になれるっていうかね、体感共感できればと思って、まあこうして撮影に行ってるんですけど、まあそれもね、要は湯布院とか別府とかね、ああいう観光名所っていうかな、人が大勢集まるところ、そこはもうあえて行きません。もうそれはだって感染のリスクもあるし、人が多いところにね行ってどうやこうやっていうのはちょっとやっぱ今の時期また問題があるんでね。なるべく人がいないとこ、まあ人気がない、人気がないのか今の時期だからいないのか、ちょっとその辺は分からんけど。あれ今度またどっちやろ、これは右やな、確かこれ右やった。なんかカフェがあるんやな、閉まってる。あ、ここか、着いた着いた。これが出会い橋、トドロ橋。これね、トドロ橋っていう、トドロキ橋じゃなくてトドロ橋って読むんよ。あ、駐車場っていうか、これはトイレか。ここでちょっと勉強するか。よし、はい、大分豊後のジオパーク、出会い橋、これ轟って書いて轟橋っていうもん、ね、全然知らんかったんやけど、日本一と日本2位の石橋、本当かよ。ちょっと読むのめんどくさいから、あの写メ撮りますね。見てこの田舎、誰もおらせん、誰もおらせんわ。え、これが、これが出会い橋か、これがトドロ、これがトドロ橋で、あっちが出会い橋ということやね。これ車で行けるんかな。見て、これすげえな、これ。これ太座国境みたいやな、なんか感じが。まあ同じ川なんやけど、うわ、まあまた、うわー、水が超綺麗。見てこれ、やべえ。あれが日本2位の出会い橋ね。今から行くんだけど、こっち今立ってるところが轟橋なんで、あのちょっと前景が見えないんで、向こうに行ってからこっちを映しますね。日本1位と2位の橋。どこやな。まあでも景色はすげえな。太座国境にちょっと似てる感じはするけど。やるね。これを
さっきのトドロ橋を渡ったら左に行ったら出会い橋があるんやな。これ行けるんかなこれ。え、やっべ、わお、行けるのか行けないのか、行けません。車両の通り抜けできません。ちょっと待って、おらい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 、はい、これが奥岳川、奥岳川出会い橋。さあ、いよいよ日本一位の轟橋の全貌が明らかになります。いきますよ。どうなん、すごくね。どうやって作ったんやろうね、あれ。怖えよな、これすごい。車両の通り抜けできませんであって、進入は OK やろ。まあヘリクツかもしれんけど、まさか車乗り入れたらこの橋が壊れるとかないやろね。まあ、それはそれでちょっと、おうわ、すげえすげえな、この川、この奥岳川っていうのすげえな。はい、今日はここ日本1位と2位の、橋、石橋、向こうが轟橋、日本1位、ここは日本2位の出会い橋にやってきました。まあ案の定誰もおらんかったけど、まあこういうことやね。誰もおらんところに行く分は、なんでまあね、皆さんここを来てみたいっていう方がいらっしゃるならば、まあタイミングと、まあタイミングを見計らってね、来ればいいと思います。来ればいいと思います。偉そうやな。やっぱマイナーっちゃマイナーなんよね、こういうとこはね。やっぱでも、その有名どころの観光スポットもいいけど、そのね、こういう静かなところ一人で見に来るのもいいんじゃないかなと思うんですよ。のんびりね、別に何するというわけでもないんや。まあ僕はまあ撮影のために来たけど、別に撮影なく来たとしても見応えは十分あるし、人が多いところにね、マスクして手洗いしてうがいして、もう3密を避けてとかいろいろうるさく言われながら行くよりも、こういう静かなところでのんびりと1時間でもね、時間を過ごすのもありじゃないかなと思いました。はい、まあ、すごいね、立派だと思います。昔の人を頑張って作ったんやろね。こういうのを大事に残しておきたいね。まあ、こんな車乗り入れて大丈夫かなと思うけど、まあ、意外と頑丈そうやけど、大丈夫っちゃ大丈夫だ。
今回は道後大野市のジョーパーク清川町の戸泥橋出会い橋をご紹介しました。はい、ご視聴ありがとうございました。